沼氏はムカデ退治で有名な藤原秀里の流れで、足利七郎有綱の四男広綱が下野国阿蘇郡阿蘇沼郷に居住して阿蘇沼氏を称したのが始まりとされる。文治5年1189、源頼朝の奥州征伐に従軍して功があり、兵夷郡遠野保を与えられたという。当初は遠野には代官を送り、下野の本領にいたようだが、南北朝期には遠野保寺当職、江差し郡内、門掛藩分寺当職などの記録が見られ、この頃、本格的に遠野に下校したと考えられる。しかし、以降、下野における本家の足跡は次第に不明となる。南北朝騒乱の後、南朝方が衰退し、北朝と合一するに及び、奥州では、南朝方に組していた八戸南部氏に代わり、三戸南部氏が台頭し、陸奥北部の優勢な大名となっていた。中でも、南部氏十三代森行は、三戸南部の地方の将で、奥永16年1409には、陸奥の神を賜っている。この時期、地方の情勢は、南方芝郡には、洪水事情に、足利氏一族の芝氏が来往し、久保一族をもって芝御所と称し、その隣接地には、従来のごとく冷え抜きし、和菓子が存在していた。岩手郡には栗屋川工藤氏、雫石戸沢氏、平井郡には、宮古の平井氏、遠野の阿蘇沼氏がいるが、陸奥の神の権威の前に、ほとんど南部氏の悲観的存在であった。永享9年1437、大槌孫三郎は、気仙の竹波太郎、唐桑崎四郎兄弟と共に、遠野阿蘇沼氏の横田城を攻撃した。この時期、阿蘇沼氏内部には、大槌氏と嫡流をめぐる争いがあったようで、竹波氏と唐桑崎氏は、葛西氏や大槌氏を巻き込み、気仙沼地方での勢力拡大を狙ったのかもしれない。この時、阿蘇沼氏の家臣たちは、中立の姿勢を取ったため、阿蘇沼氏は、三戸南部氏に救援を求めた。南部森行は、小野津からも出陣し、阿蘇沼氏を救援し、大槌気仙連合軍を撃退した。南部森行は、まだ支配力が十分でない岩手軍以南にも、陸奥の神として、勢力を強固なものとしようと考えたのだろう。南部阿蘇沼軍は、横田城を攻める大槌気仙連合軍を撃退。逆に大槌城を攻め立てた。大槌城にこもった大槌氏は、その天然の要害を生かして前線した。この戦いで、大物見に出た南部森行が、流屋に当たり戦死してしまった。このため、両軍ともに兵を引き、結局、大槌氏が謝罪する形で和睦が成立した。戦国期、阿蘇沼広里の頃には、支配領域は、遠野保の領域を越えて、平井郡海岸部まで拡大していた。また、広里は、遠野という壁縁の地にありながら、天正7年1579、使者を京都に送り、織田信長に白鷹を送っており、天下の形成に通じていたようだ。しかし、豊臣秀吉に対しては、秀吉公の素性屋敷を軽んじ、長く、
天下の武将になるべからずとし、起伏せず、天正18年1590の小田原の陣に参陣することはなかった。このため、葛西氏や大崎氏らと同様に、阿蘇沼氏も、領地没収となるところであったが、九戸の乱に参陣した時の総大将だった蒲生氏郷らの尽力により、南部氏の不要となることで、かろうじて領地を全うすることができ、とりあえず危機は脱した。この地には諏訪神社があり、阿蘇沼氏の祖先が、諏訪大社の霊夢で、諏訪湖の大蛇を退治するようにお告げがあり、その霊夢に従い大蛇を退治し、神剣を授かった。この地には、この神剣を紛失したり、猿返し川の水が石変すると、それは、阿蘇沼家に不吉なことがある前兆とされ、この神剣を代々伝えた。阿蘇沼氏は、天正年間、1573から92に、本拠城を鍋倉山に移すとき、猿返し川の水が赤く濁り、神剣も紛失したことから、重臣たちは、その異常にはことごとく反対したが、異常は強行された。このためか、間もなく家運は傾き、阿蘇沼氏には、最大の危機が訪れる。